いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2008年式アストンマーティン DB9 クーペタッチトロニック2をご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントバンパーに下すり、フロントバンパー線傷、アルミホイールに仮傷がございます。フロントガラス複数箇所に飛び石がございます。走行距離約3万5000キロと低走行なお車です。外装色はライトニングシルバー、インテリアはベージュレザーが採用されております。一般的な大量生産車両では考えられないほどの手間暇をかけ、デザイナーのこだわりと製作スタッフにより細部までこだわりを見せ、まさに一級品のハンドメイド車両、アストンマーティン DB9 の入庫です。滑らかにかつ力強く加速する V12 エンジンは官能的なエグゾースト音を奏で、高回転域までノンストレスで伸びていきます。まるで英国紳士のような気分でドライブを楽しみいただける1台です。ヘッドライトにはキセノンが採用されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては、6リッター V 型12気筒エンジンを搭載、最高出力は450馬力を発揮します。アルミホイールは19インチアルミホイールを装着、キャリパーはレッドキャリパーを装備しており、足元までバッチリ決まった1台です。続きましてリアご紹介させていただきます。マフラーに関しましては左右2本出しのものが装備されております。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクの開閉は手動で行います。クーペモデルでありながらもスーツケースを収納できるスペースを確保しております。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはベージュのレザーシートが採用されております。運転席助手席ともに若干の使用感がございますが、綺麗な状態を保っております。ステアリングは3本スポークのレザーステアリングが採用されており、パドルシフトを装備しておりますので自由自在な変速をお楽しみいただけます。またクルーズコントロールを装備しておりますので快適なクルージングをお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては純正 HDD ナビゲーションが装備されております。バックギアに入れていただきますとバックカメラが装備されており、安全に駐車していただくことが可能です。シフトに関しては6速のタッチトロニック2を採用、走行モードに関してはセンターのスイッチにてスポーツモードがお選びいただけます。その他にもカモアッシュフェイシアトリム、マッチングウッドドアトリム、アルカンターラルーフライナーをはじめ、前後パークセンサーといった便利機能を装着しております。合わせて気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等をいたしません。今回は2008年式アストンマーティン DB9 クーペタッチトロニック2をご紹介させていただきました。ドライバーズシートへ腰掛けると随所に見える一級品のハンドメイドのこだわり、キーをひねりガラス製のエンジンスタートボタンを押すと V12 ならではののぶとく乾いたエグゾースト音で心躍らせ、ひとまず走り始めると紳士のように優雅なクルージングに、時折見せる12気筒の圧巻の加速力をハンドリングするその心は有名スパイの気分。お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。